民泊ホストのゆきこです。今日は、Airbnb マガジンが、届きました。これもう何冊目ですかね、もしかしたら5冊目ぐらいかもしれません。で今日が、2018年10月の22ってことは毎月22日に来るんですかね。ちょっとまあわかんないですけども、まあ、最初これもらった時はまあ感動したんですよね。で2冊目も感動し、3冊目も嬉しかったんですけども、なんかこうそろそろですね、まあちょっと本棚をそろそろ占領しだすんじゃないかなとか思い始めてきました。まあ物を少なくしたいなと思っているので、まあもしかしたらこれもう本棚いっぱいになってきちゃったらどうしましょうかね。フリーサイクルにでも出しますかね。まあちょっと珍しい雑誌なんで喜ぶ人いるのかなとか。でまあ美術とかデザインのクラスなんかでよく雑誌を集めてる先生とかいるんですよね。面白い写真があるからとか、まあコラージュとか資料とかにするんだと思うんですけども、まあ私も10年ぐらい前は美術のクラスとか取ってたんですけども、まあ今はまあその、まあ、物を増やしたくないっていうのでもう美術とかデザインの勉強もしてないんですけども、まあ今もう十分、まあ、忙しくなっているんで、でまあそうですね、まあ誰か欲しい人とかがいればとか思うんですけども、まあこの雑誌とか、まあ写真だけこうパラパラと見てるとやっぱりこういわゆるちょっと珍しい家ですかね。そのツリーハウス、木の上のハウスとか、あと雪でできた鎌倉とか、ちょっと変わった外観とかない、エクステリアもインテリアもちょっと変わったお家とかがやっぱり、取り扱われてますね。まあちょっと私字のところ小さい字で英語で書いてあるんでちょっと読めなかったんですけども何書いてあるのか。でまあスーパーホストとか、あと体験談エクスペリエンスの方ももしかしたら取り上げられてるのかもしれないですね。でまあこういう雑誌とか、まあ出版業界は不況とかって言うんですけども、まあこういうのAirbnb お金持ちなんだかちょっと分かんないですけども、まあこういう雑誌をまあ配るっていうことですよね。だけどなんかこういう、まあ私なんか雑誌も新聞ももう今取ってないんで、ちょっとこれそろそろ物が増えるかなとか思っちゃうんですけども、まあ Airbnb もこういう書籍関係にまあお金を、まあ、そんなにつぎ込んでないかもしれないですけども、まあもうちょっとねそのホストに優しくしてくれると嬉しいんですけれどもね。なんかこう何回ホストしたらまあクレジットいくらもらえるとか、まあ私サンディエゴでウーバーの運転手、まあウーバーとリフトの運転手してた時にウーバーの場合40回運転すればなんかちょっとボーナスめいたものもらったりなんかしたんですよね。でまあまあなんかそういうのそういう感じでこうクレジット的なものをまあオンラインでくれた方がちょっと嬉しいかなとか思ったりしますね。この雑誌とか見てるといやうちのリスティングはもうまるっきり普通の家だし何の変哲もないので、まあ
まあ、ここの場所に、まあ、私の住んでる場所、まあ、その医学薬学関係のコンベンションセンターが歩いて6分のところにあるんで、そこから、まあ、そこに参加する人が泊まるっていう、まあ、すごい、まあ、ニッチな場所なんですよね。なんで、まあ、まあこんな感じでございます。ありがとうございました。